の、こよりさんとね、すごいなんか、なんか、好みが似てるっていうことを気づいちゃったんですよ。例えば、はい、ゲームオブローンズ好きなんでしょ？嘘、そっか、ゲームオブスローンズ、そうですよね。なんだよなぁ、教えて。まさか、まさか、まさかね、日本人のメンバーからゲームオブフローンズっていう名前が、タイトルが、口から出てくるなんて思わなくて、びっくりしましたよ。確かに、本当に、日本だと、あんまり知られてなくて、海外だと。でも、小百合さんが、その、ちょっと、ゲームオブフローンズって結構、やばいところあるじゃん。ちょっとエッチなところあるじゃん。エログロが多いですよね。そうだね。それが、小百合さんが見ているっていうことを想像すると、なるほどなーってなる。待って。でも、小百合ですね、結構頭の中ピンクみたいなんで。なんか、普通に見てました。おほー、みたいな。後ろでやってんなー、みたいな。やってんなー。推しは好きなキャラクターは？ブランです。おお、はい、おえぇ、ー、なるほど。1話からですね。1話、もうシーズン1の1話で、もう声はブランって。マジか。結構でも、最後まで見たんですか？最後まで見てます。結構変わったよね。ねえ。ねえ。ねえ。そうなんですよ。なんか、頑張りましたよね。うちね、わかるかな？めちゃくちゃ大事なキャラクターじゃないんだけど、マージョリー・タイレルが好き。マージョリー、わかるかな？マージェリー？そうそう、しばらく、あの人と結婚してた。美しい女性なんですけど。めっちゃ綺麗ですよね。めっちゃピチンですよね。そう。なんか頭がめちゃくちゃ良くて、なんか、この人と結婚したら、私、偉い人になれるから、なんか、好きでもないのに、その人と結婚したから、なんか頭いいんだ。そう、ジョフリーと、ね、あまりね、知らない人もいるかもしれないけど、あまり。オタクトークが、そう。でも、コリーさん知ってた？ゲームオフローンズの、まあ、ゲームオフローンズ自体は終わりましたけど、ゲームオフローンズの同じ世界で、行われるストーリー、物語が、新しいネットフリックスじゃないの、シリーズが、来年出るんだよ。知ってた？知らなかったでしょ。ダネリスの家族の、ダネリス、その、ゲームオフローンズの、の前の、なんか何千年の前の話、物語になるんですけど、スピンオフ、ダネリスの、竜の家族ね。その物語になるんだよ。そう。めっちゃ楽しみだね。楽しみですね。過去も結構出てきましたもんね。エピソードとして。楽しみだ。ぜひじゃあちょっとやり始めたら、語りたいですね。そう、語りたいですね。ごめん、オタクトークなんですけど、最後に、一つ聞いていいですか？ゲームオフローンズというと、結構みんな、最後、ちょっと微妙だったっていう人いるんですけど、どうでしたか？まあ、なんか、広い心で、頑張ったからよしってことになりました。そうだね。私もそんなに、まあ、そこまで言うまででもないでしょうって思ってるんですけどね。ゲームオフローンズのファンは厳しいからね。そうですね。ね。まあ、なんか本当にすぐ死んだりとかする、なんか、あんまその都合主義みたいのがないのが良かったじゃないですか。ゲームオブスローンズって。はい。じゃあなんかすぐに、その狩猟人物死ぬじゃん、みたいな。ねえ。それが、やっぱまとめるにはまとめなきゃいけないんだなっていうふうには思ったけど、まあまあよしっていう感じでした。しゃあなし。しゃあなし。いいとも。いいとも。